こんばんは、ももかです。はい、ということで皆様こんばんは。今日は普通に学校あった日の夜でございます。はい、本日撮影日なんですけど、テストがなんと帰ってきました。まあね、全部はまだ帰ってきてなくて、半分ぐらい帰ってきたんですけど、まあ私的に、過去一でしたね。はい、過去一良かったです。ということで、この動画上がってる頃はもう6月突入しているということで、もう関東地方はもう梅雨入ってるんでしょうか、どうですか。そして梅雨が明けたらみんな大好き夏休み。そして夏休みといえば、私ももかなんとですね、初の韓国旅行行ってまいります。超楽しみなんだけど。めっちゃ仲いい友達と、友達のママとうちのマミーで4人で行くんですけど、私ね、初韓国、すごい韓国行きたいなと思ってたんですけど、ついに行けるということで、まあそちらももちろん動画にするんですけど、もうめっちゃ楽しみ。ということで、今回は韓国のビーガンスキンケアブランドフリーさんから PR 動画のお話をいただいたんですが、なんと今回ね、フリーさんすごいのが、まず使ってみてから PR をしてくれるかを考えてくださいっていう風に言われて、これって相当自信なきゃ言わないよねということで、今回1週間以上毎日使わせていただいたんですけど、結果ね、もうめちゃめちゃ良かったということで、今回皆さんに自信を持って紹介させてもらうことにしました。ということで、 JK ももかの最新のナイトルーティーン行ってみよう。まずちょっとお風呂入る前に簡単にね、フリーさんについて紹介させてください。フリーさんは今 SNS でめちゃめちゃ話題のビーガンスキンケアブランドということで、まあ、このパッケージ見たことあるって方も多いんじゃないでしょうか。なんとみんな大好き海外通販サイト Q 店では2024年日本上陸全体カテゴリーランキング1位に選ばれております。もう今ね、すごい勢いなのよ。特徴1、まずこのね、グリーンのパッケージがめちゃめちゃおしゃれで可愛い。特徴2、グリーントマト。今回はね、全部を詳しく紹介する時間がないので、私が今回使って特に気に入ったこのね、クレイパッククレンザー、こちらをメインにね、紹介させてもらいたいと思います。こちらフリーグリーントマトクレイパッククレンザー、これですね、私の一押し。はい、テクスチャーはこんな感じで、結構ね、重めな感じのテクスチャーになってますね。まあ、ほんとね、クレイパックということでゾロパックって感じです。結構香りはミントみたいな感じ、そこまできつく香らない、ほんのりミントって感じで、すごいつけてても逆に気持ちいい感じですね。こういう感じで塗ってきます。で、普段はお風呂でやってるんですけど、今日はまあ動画ということでここでやりたいと思います。ちょ、マジドロパック好きなんで。はい、しっかり小鼻にも塗りましたよ。横にもね。意外と小鼻のね、ここ皆さん入れ忘れがちなので、しっかり、ね、入れてあげてください。で、これフリーに限らずなんですけど、スキンケアは基本的にラインで使うのがおすすめなので、これ一式一緒に使うと効果倍増だと思います。ちょっとこの状態で5分ぐらい待ちます。ということで、今5分ほどね、置いたので洗い流していこうと思うんですけど、結構パリパリしてきましたよ。で、これ面白いのが、パックを水で濡らすと泡立って、クレンジングフォームになるんですよ。あわあわしてくるわけ。なので、これ洗い流しつつクレンジングしちゃいたいと思います。もうこんな感じでめっちゃあわあわしてくるの。超気持ちいい。濃厚な泡って感じ。ちゃんと小鼻の周りもクリクリします。あ、超さっぱり。ちょっとうちね、変わらないダクサすぎて、ここびちょびちょになっちゃう。ということで、今洗顔したんですけども、本当に超すべすべになったし、毛穴も確実にね、洗顔前と比べた時に超綺麗になるのよ。マジでいい。超気持ちいい。じゃあ洗顔する前と洗顔した後、こんな感じ。はい、もう全然違うでしょ。じゃあとりあえずお風呂入っていきたいと思います。ということで、今お風呂上がりました。はい、ちなみにお風呂上がってこんな感じで、肌は最高です。毛穴がね、めちゃめちゃ小さくなって、すごいツルツルの卵肌みたいになりましたね。じゃあ実際に使ってスキンケアしていきます。フリーグリーントマトトナー、これね、テクスチャーもめちゃめちゃね、サラサラで、すごい肌に馴染んでくれる感じです。
なんか全体的にミントっぽくてすごいね爽やかな感じで、このトナーは超敏感肌の方とかはスプレーボトルに入れ替えてシュッシュッシュッって感じでやってあげるといいらしいですね。続きましてはフリーグリーントマトセラム。うちもセラム大好きなの。こんな感じでスポイト仕様になってます。こんな感じで意外とねジェルっぽいっていうかテクスチャー固めなんですよね。それがなんか逆にちゃんと肌に効いてる感がありますね。でなんか植物性の特許原料がね配合されてるみたいで、広がった毛穴を吸縮させる毛穴に特化した美容液となっております。なので小鼻にしっかり私は入れ込みます。もうほんと今回のグリーントマトに関しては本当に毛穴特化って感じでマジでありがたい。そして最後フリーグリーントマトクリーム。こんな感じで小さいスパチュラがついてます。かわいい。でなんか結構水分たっぷりのテクスチャーなのですごいね気持ちいい、超気持ちいい。ほんでもっちりしてる感じだね。めちゃめちゃ保湿してくれる感じ。最初使った時びっくりしたのがね、次の日の朝ぐらいまでねちゃんと保湿されてるのよ。私的に好感度だいぶ高い。でもね油分がね抑えめになってるからベタつき感全然ないです。なので脂性肌の方とかも気持ちよく使えるクリームだと思います。ちなみに超タイムリーな話しちゃいますと、ただいま絶賛9点目代わり中ですので、ゲットするなら今だと思います。もちろんこちらのグリーントマトもお得に買えちゃいますので、ぜひ気になる方はね概要欄からチェックしてみてください。ということでスキンケア終わり。で私はお風呂入る前にできる日は足パカを YouTube に見ながらやって、足パカとか、まあ、何本かやってからお風呂入る感じですね。今日は足パカちょっとやってないので、足パカやってなかった代わりに今日は筋膜リリースしようかなっていう感じでございます。ということで今ですねフォームローラーやりました。マジで痛いこれ本当に。はい、ということで、まあでもあんま激しいのやりすぎちゃうと汗かいちゃうので、まあギリ汗かかない程度にお風呂上がりは大体やります。はい、ということでちょっと今から髪の毛乾かしちゃいたいと思います。ということでこんな感じで乾かしました。サルン、はい、私もか本日普通に学校ありまして、さっき言った通りテスト返ってきたんですよ。はい、でまあちょっと今回テストがなんと過去一良い結果だったということで、まあ私もか今まで基本的にテストの点数はさらさない主義だったんですよ。結構いるじゃないですか YouTuber とかでも、今回のテスト点数公開みたいなで、いろいろ何点何点何点みたいなやってる方多いんですけど、私は比較的別に勉強できる方じゃなかったのであげないし、あとなんならちょっと良かったとしても上げて、今後もし点数上げなくなったらまたなんか気まずいなみたいな、上げてって言われてもなんか気まずいなということであんま避けてきたんですけど、ちょっともう言うて高3だしほぼ最後のテストみたいなもんじゃないですか。だからちょっとねせっかくだし公開しちゃおうかなみたいな。はい、なので公開したいと思います。まあ、次期末公開するかはまだわかりません。はい、言うてテストが9教科ありまして、今回9教科中まだ5教科しか返ってきてなくて、まあ半分ぐらいは返ってきたので公開していきます。まずは数学ですね。はい、数学ちゃん、90点、すごくない？数学90初なんですけど。次は英語、英語なの、英語2個あって1個の方の英語ね、せーの、じゃーん、93点、ベリーグッドって書いてあります。はい、ありがとうございます。93、やばくない？92回連続来てる。もう私92回来た時点でもうで一人でなってました。日本史、じゃーん、93。でもね今回ぶっちゃけ中間結構先生みんな簡単っていうか優しめに作ったって言ってたので、私的にもありがたいっていう感じです。はい、生物ね結構好きなんですけど、変なところでミスってて、そこだけがちょっと悔いがある、悔いが残ってる感じ。点数がじゃん、96点、イエーイ、96、すごくない？2点間違い、2問間違い、マジで逆に悔しい。で最後英語、またもう一個の英語がじゃん、96点。そしてチーカーのシールをいただきました。よっしゃー、超かわいい。チーカーのシールモチベ上がります。ほらすごくない？今回結構書くの多かったんだけど頑張りました。はい、ありがとうございます。って感じで今回だいぶ私的にはいい結果だったので、はい、公開しました。でもね一本にはねしません。テスト返ってきた、テスト公開っていう一本にはしません。ということで今日はいい夢見れそう。
ということで、最後ちょっとね、もうこの時間普通にね、筋膜リリースしましたとか言ってたんですけど、アイス食べたいと思います。これは最近ハマってるフルーツアイスキャンディーです。あぶね、まあシャーベット系だからほぼゼロカロリーということで許しましょう。で最後ちょっとね、あのコメント返信とかしながらアイス食べます。はい、ということで今回は私ももかの毛穴対策大公開ということで、最近の私ももかのナイトルーティーンをお届けしました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、あの服変わってるんですけど、あのさっき飲み物ぶちまけたのでちょっと着替えました。今回ちょっと点数良かったのでノリで公開したんですけど、ちょっとね若干これ公開して良かったか不安になりつつありますね。ということで今回紹介させてもらったフリーさんのグリーントマトのシリーズなんですけど、本当にね毛穴に特化した商品になっておりますので、ぜひ私と同じように鼻の黒ずみなど気になる方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。ちなみに現在9店では目代わりやっておりますので、ぜひこの機会に概要欄から飛んでチェックしてみてください。それでは明日も普通に学校なのでもう寝たいと思います。それでは皆さんバイバーイ、おやすみなさーい。まだお肌は保湿されてるわ。